はい、始まります。はい、始まります。はい、始まります。男塾みたいな。素材はどこで？確かに。フリー素材。まあ、第2回、はい、ということなんで、はい、まあ、また。続きで、まあ、せっかくなんで、今までパパさんトークをしなかったんで、KJ と慎吾さんには、ちょっと、パパさん同士の普段の会話だったりとか、ああそういうやりとりとかの話とか。育児の話はまあし、そんなしないかな。まあ、基本的に無力だから。基本的に無力、無力。無力。お父さんなんて無力、無力。本当に本当に。まあ、そうだね。最後の。リスナーですごい納得してる人いるかもしれない。でも多分すごいやってると思う。お互い。子育ては多分、ね、うん、普通の、そのサラリーマンの人に比べると、やっぱ時間もあるし、そうそう、だからやってるとは思うけど、かといってなんか具体的になんかエピソードが別にないし、相談するってこともそんなないし、体力すごいな、大丈夫よ。やばいやばい。一回止めるわ。一回止めるわ。すごい。いや、俺、このまま流して、このアクションこのまま流しましょう。このままもうね、今ね、量がね、興奮しちゃって、裸足でドバドバ出ちゃう。そう、今、サトシが裸だからね。そうですね。裸なんで。ごめんね、ちょっと、料理見せたくなってて。裸が。このまま続けましょう。一回やってみる。はい、一回やましょう。一回続けましょう、これ。服着るわ。一回来てください、ちょっと。一回お願いします。これ言っていいのか分かんないけど、あれですもんね。その、年代別、あの、ファン会員の年代別で 40% がうち、一番多かったんですよ、割合が。だから、40代の人が 40% ぐらいで、めっちゃ多かったんで、多分結構、まあ、そこども、そういうことね、はい、共感することが多いんだよね。だから、じゃあ、パパさんトークしたんですけど、あんまりしくいっちゃない。でもやっぱこう、試合終わった後とかどっかとかってめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。ああ、そうだね。だから俺はだから結構、いろんなとこ行かせるタイプなの。俺の白い目は。だから試合会場もよく行くし、うん、外も遊ばせたりとかするし、うん、で、試合終わった後、その、サトシとか、それこそ若手とかがさ、シュート練習してるじゃん。うん、で、コート連れてて邪魔しに行ったりとかさ。ああ、いいね。そう。でもやっぱサトシとかすげえ可愛がってくれたの。うん、ボール転がしてくれたりとかさ。ああ、そうそうそう。精神年齢がね、一緒だから。一緒に追いかけ合いくじ。そうそう。やっぱ、慣れてると、あれですね。遊び方だったり、接し方とかが分かるじゃないですか。そうね。でまだ独身だけど、甥っ子とかもいないし、だから、結構難しいんですよ。だから、それ分かるの、抱っこの仕方で分かるんだよ。その、この人はその子供いるとか、その慣れてる、かなっていうのでその抱っこの仕方っていうのはすぐ分かるから、親から見れば。だから、吉明とかも多分すごい子供好きだってすぐ分かる。いや、そういう人になりたい。吉明したって、いつもさ、クリスの子供と一対一して、ガチガチブロックしようめちゃめちゃ仲いいな、今、クリス。なんか僕、琉球線のバスで、慎吾さんの後ろに座ってるんですけど、あ、俺も後ろな、うん、バスな、うん、試合の前にこう子供の写真を見てたんですよね。あ、動画とかね。そう、うん、それ見て、なんかすごい、うん、まあ、いいなと思いました。親として、なんかこう、多分子供見て、うん、なんか頑張ろうと思ってるのかなと思いながら。うん、あ、うん、全然そうだ。全然。遠征行くとさ、はい、ほら、やっぱ離れちゃうじゃない、はい、そうすると、やっぱもうすぐ帰りたいってなるんだよね。だからあ、そうなんだ。俺、さんまならないけど。うん、休憩。俺、なるべく、まあ、これわかんないけど、日曜日 の試合終わった後、遠征とかでさ、例えば、まあ、8時かよとかさ、帰る、家に帰るの。8時だったら、そうだ、ちょっと早いな、みたいな。お風呂、すごい入れなきゃいけないし、とか。で、ご飯も、大丈夫これ。大丈夫。奥さんに言われてた。東京とかやってるからこそ。普段やってるからそうだ。東京とか行った時は、ちょっと友達とご飯食べてくる。今日帰り10時半ぐらいだわ。先ちょっと増えるって。その帰り次の朝ちゃんと保育園送っていくから、みたいな。そうそうそう。そういうのはだから、ちょっとむしろこっちの共感すごいあるかもしれない。お父さんとそうそうそう。それはあるかな。やっぱ子供成長ってめっちゃ早いですよね。早い。
ちょっと前まで KJ の子供とか全然まだ歩いてなかったのに、あずっと走ったりしてそうだし、今どうなんですか、僕たちこの前は全員のことパパって呼んでたじゃないですか、うん、今も多分同じだった、パパって言うんですか、パパ、そうそう、でやっぱそのハンナリーズがもうパパだと思ってるのか分かんないけど、このマークを見るとパパって言うから、はい、なんかユニフォームを普通に外で干してても、ああパパとか言う、人じゃない人じゃない、そのマークそうマークそう、なるほど、そう、で最近はその新幹線とか電車とかに興味があって、で新幹線通ってないのに、あ、新幹線とか言ったりとか、そうそうそう、ああ、電車とか言って、いやいや、電車全然通ってないじゃん、その線路だからみたいな感じで、そう、嘘つくようにも最近なったから、だから。アポがアポは、基本的に言うから、リンゴアポっていうし、そう、バナナはバナナはあんま言わないんだよね。何かに対してアポをつなげるでしょ。バナナかな、でも大体アポとか、そうそうそう。あとバスケボーは結構発音よく言う、すごい、バスケボー、そうそう、名前聞いてるけど、そうそうそう、そう、まあ、好きなものはすごいよく言う、そう、丈太郎とか亮からしたら、はい、子供がすごいこう頑張る源に感じるじゃんね、やっぱり、そうですね、でも一回KJ が取材中に僕と広報で、あった、僕もいましたね、お子さんをそう、そうそうそう、あやすっていう、うん、そうそうそう、長くちょうど1時間ぐらいですか、うん、そのうち30分生放送で泣かせてもダメっていうミッションがあって、ミッション、ミッション2人でもう本当にこう泣きかけたらお菓子あげるとか、アンパンも見せる、アンパンも見せるって一生懸命やってたけど、 KJ とお子さん帰った後僕ら2時間ぐらいもぬけの殻が魂抜けたみたいな、そうそうそう、体力使う、これ毎日やるってすごいな、お父さん、そうだね、だから練習行くときがやっぱりある意味一人の時間じゃん、うん、車の中と練習行って、まあ、そこから帰る、うんうん、で帰ったらもうそんなさソファでガーッとできないからさ、無限、うん、だからな、うん、どうなんですか、オフシーズンやっぱり大変なんですかね、今休僕らはもうすぐ休めるって感じですけど、うん、そうだね、まあやっぱ7時ぐらいには絶対起こされるし、あ、そうそうそう、でもいつもは練習がある時間帯に娘が昼寝しちゃうから、練習があるときはできないんだけど、今みたいなオフのときはもう娘と同じ生活サイクルになれるから、逆に今昼寝とかで行って、朝7時ぐらいに起きて11時とか12時ぐらいに一回昼寝するから、一緒にそのまま寝ちゃって、いいな、平和さん、結婚しな。僕、デコモンもあんの？だから、2人は。めちゃめちゃしたいっす。めちゃめちゃしたいっす。これ、聞いてる人からしたら、チャンスと思ってるかな。空いてますよ。空いてますよ。空いてますよ。安心してください。空いてますよ。あるんだ、願望あるんだ。でもなんか若いうちはさ、やっぱやりたいこといっぱいあるじゃん。そういうこと、なんか。こういうところ行ってみたいとかさ、うん、こういう人たちと遊んでみたいとかさ、うん、こういうところなんかあるじゃん、はい、そういうのがなくても結婚したらさ、もう結構いろいろ、ね、結構いろいろ、そうそう、縛られるから、うん、いやでもなんかもう一周しましたね、もう僕は一人でやりたいこと結構やったんで、色々そこ好きなキャンプとかもさ、そうそう、一人で行けなくなっちゃうから、私ちょっとアウトドアはっていう、そう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 だ、え、それはまあそこで置いといて自分にしてて、それだけで、それだけで、それだけで、子供できたらそういうわけにはいかんから、子供できたらそういうわけにいかないから、まあそれは関係なく行きますからダメだから、あんた何考えてるのだからね、一番向いてない人だからでも子供ができてできたで多分あれなんじゃないですか、そしたら子供の成長を見届けるためにカメラも好きだからカメラに注げば、別にキャンプしなくても。はい、ええわね。確かに。だからね。それかも子供もキャンプ好きにさせる。ちっちゃい。そうですね。それもいいんだね。実は夜支えてキャンプの絵本とか読ませて。行かせたいって言われてた。ライオンみたいに崖から落としていかない。子供を。強くさせるために。強くさせるために。ライオンキングの見過ぎやった。ライオンキング。それ有名な話じゃなかったですか。え、それなしんごさんが拾ってくれないともうどうするんだよ。ライオンキングの話じゃなくないですか。
そう、ライオンの話。ライオンキングだよ。ライオンキングはお父さんじゃなくて敵が落としたから。そうそうそう。そうそうそう。一つ聞きたいなって、子供にはやっぱバスケさせたいもんなんですか。まあしてくれたら嬉しいかな。もちろん俺は男の子だしさ、まあそれこそバスケの試合見に行ったりとかさ、環境がある程度あるから、まあやってほしいってなるけど、でも別に野球したいとか、あの違うスポーツ、やりたいって言うんだったら、もう稼げるスポーツは全然やってくださいって感じ、こっちは。そう。どうします？モルックとかペタンクとか好き。それはちょっとダメかな。前だいぶ前。そうそうそう。そうだね。だからあのボクシングとかそういうちょっと危ない系はちょっと避けてとは言うけど。そうそうそう。アメフトとか OK ですか？ギリ。アメフトもちょっと怖いね。怖いね。怖いね。そうそうそう。そうじゃあダメ。一瞬。そう、だからテニスとかさ、はい、ゴルフとかさ。うん、長い期間稼げるじゃん、本当に超トップいけば。そうそう、稼ぐの大事。将来プロスポーツ選手イコール稼ぐじゃん。まあそうそうそう、だからそうそう。まあ、そのキャリアが長いわけだよね。キャリアそうそう。まあでもバスケでも全然いいよね。やってほしいとは思う。でいずれね、いずれ子供に面倒見てもらえる。そうそうそう。おじいちゃんだったら。おじいちゃんの時はもうその試合自分が遊びに行ったりとか。シュートフォームとか教えんすか？シュートフォームとか、まあ今でもちょっとたまに教えてるよ。そう。ちゃんと膝曲げてとか、英才教育。そう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 。今の下手くそ、はい、もう一回。分かんないけどね、言っても結局は。そうそうそう。でも、ボールもちっちゃいボールあるし、7号のボールもあるし、最近は風船でなんかこうやってパンパン、バレーボールみたいなこともやってるし。そうそうそう。触るだけでね、そう感覚とか。リアル触きたっすね。そうそうそう。すごいね。髪型からいっちゃうしかない。あのパイナップル。そっちですか。怪我してないのよ。あったな。あったね、あのね。それも一回鍵ドーム話したの。話してない。いや、パイナップル事件は話してないですよね。話してないか。試合中にね。ケジャ怪我して。俺がさ、なんかその子、そのどうだっけ、渋谷じゃない、渋谷線か。渋谷線。触ったりっていうかマッチアップしてて、で、振り切ろうと思って、なんか、頭と歯があいつのぶつかって、でなんか行ってえなと俺思ったのよ、はい。で、やっぱフリースローだ、ラッキーと思って、はい、フリースロー打てると思ったら、なんか血が出てたから、はい、審判に血出てるからちょっと交代って言われて。あれ、フリースローじゃ顔打ってない？そうそう、打ってないよ、そう。多分誰だろう、タケル？他誰か、カズキかな？他の誰か、誰かと変わって打って。で、まぁ、あ、ちょっとなんか、やっぱ頭だからバンドエイドとかさ、できないじゃん、取れちゃうから。で、抑えて、で、ワチさんにラップしてもらったんだけどさ、で、ラップした瞬間になんかさ、目がさ、もうさ、こうやってさ、上向きになっちゃった。ちょっと強くね、そう。きつめだったね。そう、きつめになって、で、なんか、試合、でも試合出ないから、うん、試合出れますって言った時にさ、なんかもうみんなクスクス笑ってさ、自分じゃ分かんない。自分じゃ分かんないな、鏡ないし。で、相手のベンドラムとかも、ちょっとすごい楽しますね。だんだん上がってくるんですよね。そうそうそう。それで目がちょっとね、最初は最初は最初はいいんだけど、上がってきて、それで自分でこうやってギュ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 なんか帽子かぶってるような感じがされながらやって。最初は髪型が気になってて、だんだんこう目が上がってきて。めちゃめちゃ面白い。今思い出した。奇跡だったね。唯一の一試合。そう。うん。っていうのは言われました。慎吾さんどうなんですか、その、子供には。私はね、ちょっとあんまり、あ、そうですか、女の子だからさ、うん、バスケットもさ、激しいでしょ。そうっすね、はい、俺も何回も怪我してるしさ、やっぱ怖いのもあるしさ、ちょっとバスケットもうやりたいって言えばそれはもちろんいいけど、はい、そんなやりなさいっていうのはないかな、うん、最近はそうだな、母の日で、はい、あの花買ってきたんだけどさ、はい、その花に食いついてさ、お花って言ってるから、あ、確かに、まあ、お花屋さんになってくれたらいいかな。いや、いいっすね、お花屋さんいいね。はい、いや、でも本当コロコロ変わるから、ショーパーツましたね。あ、そうそうそう、そうそうそう、コロコロ、まあ、最近その花だったけど、ちょっと前はなんか虫、うん、虫、ちょっと、ちょっと、クマって言ってたから何に興味持つかわかんない。で、触れる？そういう昆虫とかいろいろ。あの、なんていうの？図鑑みたいな。あ、図鑑で、ね。本物はまだ、まあ、蝶々ぐらいかな、見たことあるの。ああ、うんね。うちの中からこの、アリすごい興味ある。アリさ、ね、うん。アリいっぱいとか、いっぱいとか、アリね。
すごい興味持ってるから、ほらなんか触ってみないとか言ったら、もうビビって触れないの。だから、言うだけ。すごいビビリ屋なの、うちの。そう。図鑑、図鑑ではさ、その動かないから、強気でいけるんだけど、そのいざ外に出て行った時にさ、お花の図鑑かなんかかな、にタンポポと、そのタンポポ、綿毛、あの、はい、綿毛ってこう、ふーって吹いてるやつ、綿毛があって、まあよく外に生えてるからさ、図鑑で見たやつ、あ、綿毛だよって言ってさ、綿毛のとこ行ってんだけど、いざこう、ふーってやるとさ、その綿毛がファーって動くから、そうなるとビビっちゃう。あ、だからもう図鑑と違う。怖いみたいな。こんな遠いとこないよ。めっちゃ図鑑でやってたやんみたいな。動いちゃダメ。動くとビビっちゃう。なんでだろうね。実物とね、びっくりするのかな。でもあんなちっこいものにすごいビビるしさ。まあちょっとせっかくならちょっと聞きたいことがあるんですけど、ベテランから見たこのルーキー4人の印象。印象？印象？じゃあ最初にあった印象からシーズン通して終わった後の印象でどう変化したかとかどう変わっていったとか。ルーキー4人。うん？ルーキー4人。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 ルーキー4人か。ルーキー4人。まあそうだ。カズキとはやっぱ一番時間がさ、短いじゃん。はい、うん。で、まあそれこそ亮と吉明とタケルは、まあ、去年からいるから。そう知ってるし、印象、まあ、だからタケルとは結構気が合うのね。同じシューター同士 で、はいはい、うん、で練習の時とかもそうだし、で趣味とかもちょっと同じようなスニーカーとかやって好きだから、ね、そういうのが結構グループラインとか作ってるのよ。スニーカーグループラインっていうの。こいつも入ってサトシも入ってるんだけど、俺とサトシとタケルだとマオ、楽天ビールしか送ってないけど、楽天ビール今日そのスニーカーやりますとか、抽選しますとか、ね、はい、で当たりました、外れましたとか、はい、ゲットしましたとか、そういうライン作ったりとか、で、まあ、吉明はそうだな、ベンチいるときも大体隣にいたりとか、なんだろう、うん、まあ、あいつも気が合うかなって感じで。で量に関しては、なんだろうな、まあ、まっすぐな感じだな、さっき言った、はい。挨拶もそうだし、バスケに関してもまっすぐだし、うん、なんか俺が言ったこともすぐ聞、ね、聞いてくれるしっていうのもあるし。で、和樹は、ぶっちゃけそんな喋んないの、やっぱ今でも。そうそう、うん、やっぱバスも一番遠い。あ、そうね。そう。練習でもあいつ一番早くて一番最後帰るでしょ。で練習俺大体遅いじゃん。はい、遅く来て、だいたい早く帰るから、その練習の時でしかやっぱ喋んないっていうのもあるし、で、ちょっと話しても、もう、1行ぐらいで終わるじゃん。そう、膨らまないから、そう、そこは難しいなと思うんだよね。で、多分1対1だとあいつも、そうそう、2人きりになってないから、そう、そう、あいつ2人やって喋ってる。2人やって喋ってる。そういうさ、シチュエーションがないのかなと思って。そうそう。ざっくり言うとね、今の感じで。そうね、まあ、まあ、そのおしゃべりの部分で言うと、やっぱ、シーズンの最初から最後まで、スピーチ全然うまくならなかったなっていう印象。あれ、練習後の。ハドル君だよ。そうそう、ハドル君。あれ、これ、みんな知ってんだっけ、そのハドル。あ、じゃあ、知らないじゃん。いや、なんかその練習の後にね、小川さんが必ず、ランダムで一人指名して、うん、まあ、スピーチというか、一言、一言ね、感想とか、ね、感想、まあ、その練習のことでもいいし、うん、試合に向けてのことでもいいしっていうので、もう何回その、まあ、一番最初に小川さんがね、うん、ヘッドコーチだと言ってから、その次に当たるんだけど、うん、何回その、今、小川さんが言った通りっていう。それ、吉崎です、吉崎。いやいやいや、でも、ね、結構、意外と言う意外結構使ってる、小川さんがおっしゃったようにみたいな、何回聞いたことかっていう、まあ、いや、お前の意見を言えコピペさん、そうだ、コピペさん、コピペとテンプレね、コピペさんそうそうそう、まあ、ケイスケもやばいけど、ケイスケもやばいですか。ジャスティンは絶対ヤングガイズって言うじゃん。絶対若手に向けてのメッセージは 100% 言うんですね。で、なんかジャスティンが一回遅刻してきた
時にそのみんなの前でスピーチするっつって、うん、俺は思ってたら、あ、絶対これ絶対ヤングガイゼン大使メッセージ言うだろうかな、うん、そら案の定なんか俺はもう10年ぐらいやってきてるけど、はい、やっぱいろんなミスを犯すみたいな、はい、言ってた、言ってました、ね、いろんなとこ今日みたいなミスも犯すけど、うん、もうそのなるべくミスしないようにみたいな感じで、うん、みんなも特に若手の選手もこれがいろいろあるからみたいな感じ。いや若手の選手誰も遅刻してねえし、お前が遅刻してて若手に言う権利はないだろうって2回ね、まあ、2回やって2回もあるじゃないですねっていうね、まあ、ちゃんとそのなんかお詫びとしてね、みんなにそのスタバのカードをくれたりとかしたから、まあ、それはまあよしとして、だから残念ながらそんなヤングガイズヤングガイズっていうのかなっていうのはすごく俺いつも思ってたのね。2回目の近くめっちゃ面白かったですよね。新幹線、新幹線、新幹線。新幹線が見てて、ちょっとシュールすぎて焦ってるとこじゃないですか。そう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 。もうあの堂々とスタバ持ってなんかみんなを見送るみたいな。新幹線の小窓のところの外からなんかおジャスティンって言ってる。だから誰もあんま気づいてなかったです。焦ってたらおジャスティンジャスティンって言うんですけど、なんかもうこういう感じ。あれみたいな。あいつ飲んでんのかなみたいな感じで。余裕こいて遅刻するって、なんかデビットに聞いた、デビットそれなんか2人でスタバ行ってたらしくて、うん、でスタバ行った後にデビットそのままもう上来た来ようとして、でもジャスティンがなんかちょっと水かなんかドリンク買おうっつって、うん、いや時間ねえやみたいな感じで言って、でデビットはエスカレーションダッシュしたんだって、うんうん、ダッシュしたからギリギリ間に合ったんだって、でもジャスティンはもう大丈夫だなと思って、うん、そのじっくりエスカレーション持ってたらジャスティン目の前にしまったから、ジャスティンは結構珍事件起こしたな。よかったですね、島根戦最後飛行機乗ってきてたの。飛行機もな、最後なんかあったんすか、島根。いや、島根。あ、そうそうそう。だからそこ入れなかったの。そう、うん、帰りの飛行機の時に、一番最後、まあ、大体さ、みんな最後に乗るじゃん。はい、でも座って、そジャスティン来てなかったんですよね。でもまあ、うん、そのノブが、まあ一応もう、待ってくれた、ちゃんと待って、ジャスティン待ってくれたからよかったけど、あ、ジャスティンいないってなって、そう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 、大丈夫、また乗り遅れないから、そうそうそう、みんな一斉に外見たもん、ね、滑走路ある、滑走路あるじゃないか、スタバ持って滑走路あるやば、まさか外か、そうだけど、まあ、そう入ってきてね、ノブがちゃんと連れてきてくれて、 その瞬間タクタクタク、そうそう、そしたら CA さんにちょっと静かにしてください、ノブが怒られた、最後僕が怒られた、すいませんすいません、面白あれはちょっと面白かったですね、ジャスティン面白いですね、そう思うと面白いよ、ね、面白い、だったら遅刻する、面白い、ちなみにラジオ聞いてくれてます？ノー、ノー聞いてない、最初のくだり知らないです、絶対聞いたことないし、俺、うん、俺そう前回の最後のそう3だけ聞いてない、あ、そうそうそう、それまでは結構聞いたけど、意外とあのゆうやさんが一番聞いてくれてます、あ、マジで、あ、そう、そう、結構あいつだって普段なんかラジオ聞いてる、ね、すごいラジオ好きで、ね、うん、この回も楽しみにしてて、これは普通に YouTube で見れるの、これそうです、 YouTube で、 YouTube でそのラジオの音声しか出てこないってこと、いや、画像も出てくる、画像と動画も、うん、あ、動画も出てくるんだ、はい、あ、そうなんだ、例えばなんかこのプレイ、このプレイ面白かったよねっていうプレイに対してはその動画のプレイを、あ、じゃあさっきのうっちーの広島戦の、多分それもそれも出てくる、そういう説明的な、はいはいはい、あ、それはもう多分前回試合で見た時と多分違う見方やかったもん、ね、あ、そういうことね、あとすごいのが、この話をした後にツイッターで、うん、なんかいつもちょっと抜粋して、あ、いい話が、面白い話だったらちょっと抜粋して、うん、あのそのファンの方が自分で映像っていうか、なんかスタンプ、うん、フリー素材とか使ってこう分かりやすく解説を動かしてくれたりとか、字幕をついた、字幕をつけて準備して、映像っていうか、うん、アニメ、なんか顔を切り抜いてみたいな、すごい感じでしてくれて、どれ抜粋されるだろう、全然何喋ったか覚えてない、いや今回は多分全部パスしてくれた、全部パスしてくれた、ちなみに俺が出た時はその亮との俺初対面で見せた、あ、そう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 、何だったんでしょう、そうだったんでしょう、俺結構遅れてきて、あ、そうだね、4月ぐらいの交流がね、で亮はその俺のこと全く知らないから、その藤田さん
が今日その日来る予定で、トレーナーの人が来たと思って、で、お願いしますって挨拶したら、一緒にストレッチ始めて、え、この人ストレッチ、アップルウォーミングアップしてるけどって。なんか、短パン、短い短パンと半袖できてたんで、すごいトレーナーっぽくて、たけるに聞いたら、たけるも、多分トレーナーだねって。2人ともずっとトレーナーだと思ってた。最初にシューティングまで入り出してた。いやいやいや。っていうのがあったんですね。それが気に入られて、どこが抜粋されるかな。まあ、基本的にいつもはどっか一箇所が面白いって感じなんですよ。笑える部分、盛り上がる、盛り上がる部分が、今回ずっと常にそこがレベル高いっていうか、ずっと面白かったの。どこがジャスイとか、ジャスイとか、最後は滑走路とか、字幕で出てきた、それ見たいですね。そこ見たいですね。それこそデビットがさ、インスタに載っけたのよ、ストーリー。あ、そうそう。その、なんかその、席座って、その窓を写真撮って、そのスタンプかなんかで、男の人のスタンプ。男のスタンプが滑走路歩いてるな。で、その下にジャスティンのタグ付けしてて、だから多分、お前ら2人はもし見たとしても、なんだこれ、全然分かんなかったけど、それがあって、みんなも、みんなもさ、もうめっちゃ爆笑してた。そう。あ、そうだったんだ。全然わかんなかった、その。じゃあ、その、今回、ジャスティンのとこを、ね、ぜひ、ぜひお願いします。リクエストしてまず、それを、そこはその人の、そうだ、センスの、一番、そうだよ。そこもできたんですよ。まあ、そんな感じでね。はい。まあ、シーズン振り返って、まあ今回2本立てでお送りしたんですけど全然シート振り返ってなかった。俺がもう30秒ぐらいで終えたけど脱線のそれ、いや、それは間違ってますもん、ね、いや、もう話がもう目まぐるしくもあって、いや、本当にすごい助かりましたね。かぶせ合いよ、かぶせ合いよ。テーマとかもほとんどね、言ってもいらない、いらなかったですね、今回フリートークでいける、フリートーク急ということで、もうね、そろそろ周永さんも来たし、帰りますか。今日誰？この前僕だったんで。あ、じゃあ、サトシさん、鍵閉めます。お願いしますか。はい。終わりは邪魔するタイプ。終わりは邪魔しますか。しっかり邪魔してもらいます。はい、そう、じゃあ今日は俺が閉めて。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。あ、締めの言葉とかはないです。ただ鍵を閉めて帰るって。じゃあ。帰り気をつけてね。はい。気をつけて、また。気をつけて。帰りましょう。はい。寄り道して帰んなよ。はい。怒られますよ、寄り道して。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと、本当の終わり方も知らない。いや、知らなかった。知らない。ガチャって言って終わる。あ、ガチャって言って終わるパターンね。じゃあ、言わせていただきます。ガチャこれも含めて面白いよね。